江湖。サインを書いてます。こんにちは。そう、サイン書いてんの。タピオカ飲みたいな。甘いもの食べたくてさ、今一旦ピスタ。おお。上に捕ました。あ、そうだ。髪型自分でしたよ。サイン書き。なんか甘いもの食べたい。タピオカ飲みたいな。ニット可愛いでしょ。ピンクです。てかさ、お家に可愛いお洋服いっぱいあるのにさ、イベントがない。オンラインももうないのよ。サイン書いてるよ。
サンタコスもできないよね。サンタ配信しても帽子だけとかだな。クリスマスパーティー、12月、暇だったらというか暇の日があったらどっかでクリスマスのクッキーでも作る配信しようかな。クリスマスパーティーしたい。ケーキ作りたいけど、クッキーも作りたいから、ケーキ作るとしたら何だろう。チュロス作ったことある。そうですね。でもケンタッキーは食べたいやん。ケンタッキーは食べたいね。
ーとポタージュ、かぼちゃのポタージュとか、クリスマスってなんでこんな楽しい気持ちになれるんだろう。ところで今めちゃ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 甘いものが食べたい。ケンタッキーってさ、予約しなくても平気なんだっけ？予約必須なの？いつ予約したらいいの？もうやってるんだ。まだ分かんないんだよね、クリスマスの予定が。作業中でございます。オッケー、
や全然ね、仕事の可能性もあるよね。11月1日から？めっちゃ早くからやってるんだね。オッケー、サインが終わったぜ。オッケー、移動移動。よいしょ。終わりました。甘いもの食べたいな。この日は絶妙に寒いな。タピオカか、杏仁豆腐が今日差し入れだったんだけどさ、杏仁豆腐苦手でさ、結構ガチ苦手なんだよね。そう、結構レベチな苦手。タピオカか。甘いものってなんだろう。甘いものってなんだ。ネギシ食べたい。全然違うもの。
本茶のあったかいの飲もうかな。ウーロンミルクかアールグレイミルクか。アールグレイミルク。これしようかな。これにしようかなと思っていますが、どう思いますか。タピオカ。寒いからね。あったかいものを食べましょう。ご購入。やったー。こんちゃゲット。頼めました。あったかいタピオカにしました。イエーイ。あとね、エッグタルトも来る。エッグタルトさ、昔さ、どこだっけ、シンガポールのなんか
で食べたのがすっごい美味しかったんだよね。めっちゃ美味しかった、忘れられない。やばい、くしゃみ出そう。タルトめっちゃ好き。マカオのエッグタルトいつか食べてみたいんだよね。マカオ有名だよね。台湾ケンタッキーのエッグタルト美味しいんだ。めっちゃあくびした。絶対ブスだった。手伸ばしたらあくび出ちゃった。なんかさ、全然さ、ポケモンカードの話なんだけどさ、あれが出ないんだよね。進化系ばっか出ちゃってさ、間とかが全然狙っても出なくて。カメックス強いの欲しい。使ってみようかな。バトルめっちゃやってるよ。バトルばっかやってる。もうさ、止まっちゃうな。どうしよう、多いな。まあ、デッキ作ってんの。
リザードン私も弾けないよ。ギャラドス持ってるのに、その前コイキング持ってない。コイキング欲しい。コイキング、これなんかトレードみたいなのがいつか使えるようになるんでしょ。それがめっちゃ楽しみ。コイキング欲しいよ。あとスターミー EX が欲しい。カスミは持ってる。水で戦ってみようかな。ラプラス EX が入ってるやつ。カスミ強いよね。スターミーも強い。でもカスミも1個しか持ってないし、スターミーが欲しい。とりあえず姫を水にしよう。なんかやもといいのないかな。ウォーターにしよう。ウォーターなのデッキは不思議花ちゃんと、これ不思議花ちゃんにしたかったんだった。不思議花ちゃんとミュチュとガラタンとピーカチュウと、ピカチュウチュチュにしよう。チュチュにした。とウォーター持ってる。デッキエンブレムイベントが26勝なの。ピカチュウをチュチュにした。ちょっと水、あ、待って、水使おうと思ったけど私間違ってさ、これさ待って、私普通にあれかも、ミュチューデッキにしちゃった。あ、ミュチューデッキにしちゃった。ミスった。ミュチューデッキにガルーラ入れたのね。ガルーラ結構強くない？エンブレムイベント終わらない。あの勝つ量と同じぐらい負けるからめっちゃやってんのにさ全然終わんないの、困ってます。いや課金はしてる。もうに課金はしてしまった。
ルトス来たラルトス。ラルトスとミュウチュウ来たらだいぶもうね安定。こっからまあラルトスが本当にサーナイトになるのかみたいなとこあるけどね。ガルーラ、どっちも裏だったんだけど。ピエン。相手は何デッキだろうこれ。めっちゃニドランいるやん。相性悪すんぎ、ミュウツーと普通に不利ですわ。一旦ガルーラを立てて頑張ってます。ガルーラいけ。わあ、一個しか持ってない。めっちゃいる。ニドラン、ニドランだらけ。めっちゃ相性悪い。一旦とりあえずガルーラを立ててる。二度クイーンになった。なるほどね、二度キングと二度クイーンデッキなんだ。ビジョンが出が悪いっすね、私の方は。いや相性めっちゃ悪いから、ビショット立てられれば勝てるかもしれないけど、まだポッポ勝てない。ビショットめっちゃ強いんよ。いやもうガルーラが戦ってます。ミュウツーにビジョット入れてるの。夏目使い放題なのは結構でかい。私あれも好き、チラチーノ。チラチーノ強くない？まあちょっと組み立てるの結構大変だけど、チラチーノはチラチーノメイン、なんかピカチュウってさ、ピカチュウメインデッキしかさ基本使わないじゃんか。なんか他の立てるときにチラチーノ入れると結構いい役に立ってくれる。だって電気系じゃなくても組めるから。
いやこれ美女と立てられたら結構勝てるんだけどな。ビジョットか、ビジョットだと思ってた。ビジョンなのにピジョットになるの？あ、ピジョンだったピジョン、ピジョン、ピジョット。え、家族とまだ戦ってないんだよね。ポッポ来ないんだけど。ポッポはポッポって呼んでた。ポッポ来た。でもね、まだねピショットが出てない。ちなみにサーナイターも組み立って、ミュウツーももうだいぶしっかりしてるんで。いやー、どうなんだろうな。五分五分？いや、そんなことない。いけそうな気がする。でもラブラブアタックがもう使えるけど、マックス130。いや、勝てるくない？これ。140だよね。あ、待って、ダメだ。忘れてたわ。相性悪いんだった。ねえ、やられた。ねえ。俺のミュウチュウが。降参するか。いやー、ダメだわ、相性が悪すぎる。マタドガスはいるよ。だけど、カイリュウがいない。あ、そうなんだ、道頓堀にエッグタルトの店あるんだ。ちなみに私はフレンドなんか家族以外のフレンドを増やしたくない人間なので、家族とあとスタッフさんかな、あと誰かと交換したっけな、友達1人交換してくれたしかフレンドいないけど、フレンド多い方がいいっていうよね。ゲットチャレンジは待って、フリーザー EX、 ママじゃん、ママ。ママがフリーザー EX 出してるよ。ゲットチャレンジ。ゲットチャレンジ、ママの通貨を。え、どこだと思う？フリーザーが右上ね。ピジョットなんですけど、もう3枚目、4枚目かも。右下でした。ありがとう、遅らせちゃった。
プレミアムミッション終わった。私 EV が一番可愛くて EV 使ってる。違うのよ、私はミュウチュウじゃなくてモーターで戦いたかった。絶対勝てないけど戦おう。100勝てない。初デッキやべ、18分じゃん。結果はみんなに伝えられないね。伝えます。かすみ、ね、かすみもう一枚欲しい。普通にね、普通にもう一枚欲しいよね。え、かすみってポイントで交換できんの？え、モスノウのさ進化前はさ雪はみだよね。え、70ポイントでゲットできるの？マジか。買うわじゃあ。どこで買うんだっけ。え、サポートどこ。あ、あれか、ガチャのとこか。365ポイントある。え、安っ。私あと何か欲しいって言ってたっけ。サーナイトも1枚しかないんだけど、でもなんか1枚で困ってなくてさ、困ってないんですよね。
意外とそう安定はするんだけど、それ以前にまず種2枚入れてるのに種が出ないし、わら。やべ、もう22分だ。ではでは、ありがとう。この昼の嬉しい、このゆるい時間に私のポケモントーク聞いてくれてありがとう。聞いてください、いっぱい。聞いてほしい。ありがたい。そうなのよ、ポケモンもうめちゃめちゃやってるので、でもずっと一人でさやってるからさ、え、新パック出るの？いつ出るの？そういう情報もください。待ってます。年末か年明けね。なんかさ、交換も1月ぐらいってさ、なんか誰かがツイッターで教えてくれた。ありがとう。ではでは、では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 。